様です。お疲れ様です。木山というおじさんを、迎え入れていただき、また後半からは明らかに変なおじさんの木山さんを温かく見守っていただきありがとうございます。監督の今日言ってたんですけども、こういう作品、それからこういう役柄をやったことがなかったものですから、非常に新鮮ですし、似た変な芝居をしながらも実はすごく緊張感を持ってやっておりました。まあ、私としてはその私が幼少期に見てきた昭和一桁生まれのおじさんを時々入れながら、このキラキラした作品のスパイスになればいいなと思って、やっておりました。上がりが非常に楽しみです。あと1週間ぐらいですか、撮影。キラキラのまんまぜひ駆け抜けてください。ありがとうございました。